こんにちは。今日は一人？実は私もなの。そうだ、ちょっと聞いてくれる？都市廃墟エリアあるでしょ？そこにある廃ビルの一つが都市地下ダンジョンにつながっていてね、内部にある隠し部屋に過去の兵器研究の資料が残されているらしいの。どんな研究だったかまでは情報がないんだけど、うまくいけばすごい武器が手に入りそうじゃない？それでね、よかったら一緒に行ってもらえないかしら。ありがとう。一人だと何かあった時に危ないからちょっと困ってたの。できればみんなには内緒にしておきたかったしね。大した理由じゃないのだけれど、私のこだわりみたいなものかな。あなたが来てくれてよかったわ。今日は頼りにしてるからね。あった、ここがダンジョンの入り口だと思う。行きましょう。気をつけて。でもちょっとドキドキするね。見て、この辺り何かありそうじゃない？やっぱりこのオブジェクト、宝箱みたいな扱いになってる。中に何かありそうよ。やった、開いたわ。中にあるのは日誌かしら。武田院博士の偉大なる記録か。クエストアイテムみたいね。ふむふむ、やっぱりここは兵器の研究所だったのね。主にバレット、弾丸を作っていたみたい。強力な特殊弾も随分製造していたらしいわ。これは期待が持てるわね。それにしても博士はちょっと変わった人だったみたいね。この研究によりいずれは世界をこの手に。さて、弾丸の保管場所はこの特殊実験室っていうところね。よし、頑張ってクエストを進めましょう。この装甲扉を開けられればクエストクリアだと思うんだけどな。鍵穴はないし、破壊もできそうにないし、もしかしたら近くに何かギミックがあるのかも。ちょっと調べてみましょうか。何か、それ制御用の端末みたいね。やった、起動したわ。当たりみたい。これで装甲扉を開けられそう。あれ、待って、ロックがかかってる。いくつか質問に答えないといけないようね。 E イコール MC 事情の C は拘束、アメリカの16代大統領はリンカーン。ねえ、ゲーム用語で属って何の略かわかる？ゾーンオブコントロールと、あとはマグネシウム、冥王星、それから博士って武田院博士のことかしら。そうね、きっとそうよ。よし、クリア、オープン。ありがとう、ずいぶん助けられたわね。さあ入ってみましょうか。銃に合うのもあるわね。やった、これでキリト君のこともっと助けてあげられるかな。え、ううん、違うよ。独占とかそういうんじゃなくてね、もっと機能的な話というか。実はね、私の銃とキリト君の銃って使う弾丸が一緒なんだ。だから私がいっぱい弾を持っていれば、キリト君が弾切れになってもそのまま融通できるわけ。それで誰かが助かるってこともあるだろうしね。もちろん私自身が強くなることも大切なんだけれど、うん、もっと上を目指さなきゃね。それはまあね、そうすればもっとキリト君やみんなの役に立てるんだし。それに強いって言ってもそれはステータスの話じゃない？でも私が思っている強さってそれだけじゃないんだ。
えばキリト君ってね、どんな時でも諦めないで全力で前に進んでいくの。キリト君は本当に大切なことのためなら命がけで頑張れる。本当の強さってそういうことなのかなって。だから私もね、キリト君やみんなのために頑張りたいなって思うの。あ、誤解しないでね、自己犠牲の精神とかじゃないよ。そうじゃなくて、誰かの幸せを自分の幸せみたいに思えるような、周りの人たちを笑顔にできるような、疲れた人を支えてあげられるような、そういう生き方がしたいなって。ここに来たのも半分はステータスアップのためだけど、もう半分はみんなの助けになるものが見つかるかもと思ったから実際に来てみたらいっぱいあなたに助けてもらっちゃったけどね。このクエストに来てまた少しステータスとアイテムを強化できたけど、私少しは強くなれたかな。本当にみんなには内緒にしてね。多分みんな私の気持ちには気がついてる。でもそう思うと余計に照れくさいというか、まっすぐ目を見られないというか。笑わないでほしいんだけど、それでみんなに声をかけられなかったんだよね。まあともかくクエストは成功、二人とも無事、言うことなしね。戻ったら軽くお祝いしましょうか。いいお店紹介するわね。パパ、あ、すみません、こんにちは。パパにご用ですか？今はパパもママもいませんけど、伝言があれば私が受けたまわります。そうですか。いいえ、特に何かあるわけではないんです。本当は町で情報収集をするべきなのですが、私が一人で歩いていると少し目立ってしまうので。いえ、お構いなく。大丈夫です、私にとって待機時間なんてあってないようなものですから。知らない人についていっちゃダメって言われてますけど、あなたなら平気ですよね。行き先はお任せします。よろしくお願いしますね。ここはガンショップですね。良い場所だと思います。ある意味では GGO の象徴とも言うべき施設ですから。私は、いや、
銃を探しかい？いいやつがあるんだよ。中古でちょっと片落ちするが、その分安いぜ。さあこいつだ。どうだい、安いだろう。もちろん動作もバッチリだよ。ちょっと待ってください。その銃は弾丸の方がややレアで高価だったはずです。ある程度クレジットがかかっても必需品が十分に流通している製品の方が良いのではないでしょうか。おっと、お嬢ちゃんプロだね。おじさん可愛いアバターに騙されちゃったよ。ごめんよお二人さん、またな。行ってしまいましたね。可愛いって言われちゃいました。どういたしまして。私がお役に立てたなら嬉しいです。気にしないでください。もともと皆さんのサポートをするのが私の役目ですから。あ、でも一つ質問してもいいですか。子供には反抗期というものがあると聞きました。大切な成長過程の一つだと。私もパパとママに反抗した方が良いのでしょうか。ですか。ではもう少し様子を見ることにします。そろそろ行きましょうか。他にも行きたいところたくさんあるんです。ああ、今日はいっぱい歩きました。ありがとうございます。あなたと一緒にいる間、私はずっと楽しい気持ちでいられました。パパやママと一緒にいる時と似てますけど、ちょっと違ってて、まるでストレアといる時みたいな。あ、ストレアは私の後から生まれた AI なんです。 AI の妹です。だからあなたは私の。遅くなっちゃいましたけど、また明日お会いしましょうね。